こんにちは。今回はですね、ご質問いただきまして、FX で証拠金を3分割するのはなぜかということと、実際の使い方、どういうふうにすればいいのかってことだったんで、お答えしていこうかと思います。それでは、画面を切り替えていきましょう。こちらです。まずね、証拠金90あるとしたら、それを3分割して、30、30、30にするとしますよね。まあそうすると、最初の30で、まず、失礼しました。最初の30で、まずは、エントリーすることになります。さあ、そうするとですね、チャートが動いていきます。ウィーッとね、上昇していったりとか、下落していったりとか、こう、ぐにゅぐに動いていきますね。はい、そこでですよ、エントリーしようかなと思ったところで、ポジションを持ちます。赤でいきましょうか。はい。じゃあ、ここに、30、トンとね、打ったとしますよね。はい。そうすると、バイでエントリーしたんですけども、決済する前に、ずっと下がってしまいました。はい。で、含み損ですね。で、まあ、自分でロスカットすればいいんですけども、なかなかそれができないという場合に、今度は下がっていくもんですから、先ほどは、バイで失敗しちゃったんで、今度はね、じゃあね、セルを入れようと。次の30を使って、セルを入れます。そうすると、下がれば下がるほど、先ほどの、こちらでは、ロスの幅が広がっていきますけども、こちらでは、利益の幅が広がっていきますよね。まあ、ですんで、全体の資金を増やすことができます。でも、しばらくそうして、本当にぼーっとしていたらですね、今度はですね、また逆転していってしまいましたと。で、こっちではまだ含み損があるときに、今度はこっちでも含み損が出るようになりました。というときは、3つ目の30を使います。そしてここで、バイでエントリーするわけですよね。そうすると、こうなってですね、こちらで、利益確定。こちらで利益確定ができるわけです。で、こちらは含み損になっちゃいますけども、まあ、これは捨てになりますよね、1個。で、全部を決済したときに、2つで利益が取れて、1つでマイナスということですけども、トータルで、浮くことができるということを狙うもんなんですよね。まあ、でもこれあんまりね、この方法は私はやらない方がいいと思いますね。そもそもなんでこんな方法が生まれたかというと、ちょっと戻りましょうか。結局はね、両立てという発想なんですよ。両立てで行くときに、こういうやり方をするんです。さあ実際、どういう意味なのかをやっていきましょうか。今、最初の30で、ここでエントリーしたとします。その時にその30を、実はね、15と15に分けて、両立てするわけですよ。バイでも、セルでも、玉を持つんですね。そうすると、どっちの方向に向かっても、片方は含み益を取ることになります。この場合はバイですけどもね。そしたら、このあたりで、含み益の方だけを決済して、利益を取っちゃいます。でも、反対側の、こちらの方は、含み損をどんどん増やしていってるという状態ですよね。でも、そのうちに頑張っていけば、これどんどんね、下がっていくんですよね。下がっていったときに、今度は、こちらの含み損は、縮小していく傾向にありますけども、そのときに、二つ目の、この30を使って、ここでもね、なんとね、両立てをするんですよ。両立てをね。そうすると、ちょっとごちゃごちゃしてすいませんけども、結局は、こちらでも、含み益と含み損が両方出ることになりますね。で、この辺りまで動いたときに、こっちを決済すると結局こちらもプラス。で、こちらも決済するとここもプラスで終わると。一つだけ含み損が残りますけども、あくまでも含み損は確定しなければ損にならないって発想です。さあ、そうこうしているうちに含み損がどんどん膨らんで、セルの方向に向かっていきます。そうすると、三つ目のこれを使ってですね、ここでもまた両立てするわけですよ。そうすると、どっちの方向に向かおうと結局は片方が
め益含み損なんですね。ということでね、昔下山トレードっていうのが株であったんですけども、これを FX になんとか利用できないかなっていうので生み出したのが、まあ玉をね3つに分けて3分割してやるっていう方法だったのかなと思います。多分それをオリジナルで応用したものだったと思いますね。で、私はこの方法を使う前にもう FX の方は、勝てるようになりましたんで、実際に使い込んだことはありません。ただこの方法は何度かね聞いたことがあったんで、あ、そういうもんなんだろうなと思いました。うん、だからもともとね、株の方で玉を5分割するってところから来てるんですよ、これ。例えば100万円を入れたとしたら、20万円の、5個の、玉にしとくんですよね。で、その20万円の5個の玉をそれぞれ両立てしながら、上に行こうか下に行こうか5箇所のポイントで両立ての玉を持つわけなんですよ。5分割すると20は10と10になりますよね。で、含み益が取っていけるとこだけどん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 決済していって、含み損のところはそのまま放置しておいて、結局、その、チャートが戻ってきた時に、そっちも利益になった瞬間に決済するっていう感じです。これはね、長期安定株って言って、ブリヂストン、タイヤの会社がありますよね、ブリヂストンのように、結局、上がれば下がる、下がれば上がるみたいな、本当にね、長期のレンジ、それこそね、何年という、何十年という単位でずっとレンジがある、そういった株式にだけ高い確率として通用するんですよ。でも長期安定株といってもその相場を壊してですね、一方向に伸びていってしまう時があります。その時がこの方法の破綻なんですよ。その破綻の確率は32分の1というふうに言われてますね。32分の1っていうことはどういうことかっていうと、まあ5分割するわけですから、2分の1で、合計32分の1で負ける確率ということになります。要するに、全部が含み損で終わっちゃう確率ですね。それが32分の1の確率で来るらしいんですよ。でもこれね、ここまで聞くといつも勝てるような気がするんですけども、実はね、32分の1の確率で全部が損切りになるってことですから、だから32回繰り返すとお金がなくなってしまうという確率でもあるんですよね。だから長期的にこれ使えるのかなっていうふうに今は振り返ってるんですね。ちょっと実際にやっていなかったことと、この私の疑問を、まあ、ぶつけたことがなかったんで、結論はわかりませんけども、波乗りトレードっていうのもね、なんか結局は、一時期はやっていたみたいですけども、株の方でね。今どうもやってないみたいなんで、その辺がうまくいかなかったのかなと思いますけども、そっから先はすいません。よくわかりません。まあ、ただ FX で、三分割する方法ってのは、この動画の前半でお話した通りです。実際の使い方も図を持って、お示ししましたけども、私が見るところね、ちゃんとロスカットライン引けば、この方法を使わなくてもいいのかなと思いますし、私が指示するのは、ちゃんとロスカットを入れることかなと思います。三分割の方法ね、特に否定するつもりはありませんけども、結局私は使わずにここまで来てるっていうことでございます。それでは、回答になったでしょうかね。一旦失礼します。